こんにちは、YouTube 以降の松原です。はい、今日はね、藤川そらさんが自宅に急に来たいということでいらっしゃいました。ようこそ。はい、藤川そらです。お願いします。相変わらず元気そうで、はい、ひげも、ね、顔色いいと思いますね、前回でね。医学部を目指したいということをね、前回おっしゃいましたけども、気持ちは変わりましたか？いや、もう医学部で一本で受験していきたいと思って、うん、で変わってないです。でその具体的にどういったところの医学部を目指したいってなんかイメージありますか？地方の、まあ、公立、うん、岐阜大学とか、うん、地元の大学の国立の医学部、医学科を目指していきたいっていうことですね、はい。まあ、それは経済面も含めてってことですか？はい、もう経済面も含めて考えると、うんうん、やっぱり地方公立の方が、うんうん、学費もいろいろ、うん、そうだね。例えばその難関の国立医学部行くと、やっぱこれ今までその発見されてなかった病気の原因を研究したりとか、そういう研究者の道もあると思うんだけど、はい、そっちの方には行かないの？いや、考えてない、うん、まあくまでもう地元のエリアで医者をしたいっていう感じですか？はい、うん、なるほど。そういう意味ではね、地方の国立医学部を目指していくというのは非常にいいと思います。問題です。はい、まあ、例えば東京大学理科三類とかね、あ、京都大学医学部とか、まあ、そういう、まあ、慶応医学部とか、そういう超難関医学部で求められるものと、はい、力とね、地方の国公立医学部、医学科の求められる力で一番違うところは何でしょう？一番違うところ、うん、逆に、はい、とね、もっと分かりやすく言うと、地方の国公立医学部、医学科で求められる一番大事なことって何だと思います？大事なこと、まあ、質、性格上の特徴というかね。質分かる？高三全然わかんないです。まあ諸説あるんですけども、やっぱりその、はい、町のお医者さんっていうのは患者さんを見て、で正確な判断をしなきゃいけないですね。こう、あ、こういう症状なんですね、じゃああなたは風邪ですと、いや間違いなく正確な判断が求められるわけですね。だからそういう人を取りたいわけですよ、大学は。なのでその地方の国公立医学部、医学科の問題っていうのは、はい、そんなに鬼門難問は出ないです。まあ基本的なものか標準的なものか、確実に間違いなく正確に点数取れる人が欲しいんですよ。オールマイティー。オールマイティー、うん、この科目が苦手ですっていうのはちょっとダメなんですよ。あ、うん、いや、うちちょっと風邪の症状の判断だけわからないんですよねって言ったら、風邪が一番多いんだってね、はい、とか、いや、これね、ようわからんとかね、まあ、ようわからんまだいい、うん、あ、これは絶対にインフルエンザです、多分 A 型って言って、他の病院行ったらね、あ、普通に風邪ですとか言われて、ね、やばいでしょ。やばいです。薬も変わっちゃうからね。だから正確な判断、診断ができる人っていうのは求められるので、だからまあ逆に難関のね、東京大学医学部とか、ね、京都大慶応の医学部っていうのは、まあ、これまで人類がね、解決できなかった病気の原因を探ったりね、新しいがんの治療スキームを作るとかね、そういうアカデミックでかつ難解な問題にチャレンジしていく人たちを求めてくるから、そういうふうな、まあ、応用問題、応用力が効くような人を取りたいっていうのが、やっぱり入試の問題にも反映されるわけ。正直藤川君はそっち系は難しいかなと思ってる、うん、でも逆に、あの言われたことを着実に誠実にね、今トイックの勉強をやってくれてるわけだけども、はい、まあ、単語暗記とか、まあ、文法の理解とかはね、河合先生もしっかりできてきてると、まあ、言われたことをちゃんとやれる力はあるって見えてきたんで、まあ、そっちだったらワンチャン可能性があるかなと思いますね、うん、可能性ワンチャンですね。ワンチャンやっぱ難しいですね、国立医学部、地方といえどね、そこはちゃんと認識した方がいいね。あとはそのやっぱり医学部にこだわるんであれば、私立っていうのも少し視野に入れなきゃいけないけども、そこはやっぱファイナンスの問題がすごく大きいですよね、学費の問題はね、はい、まあ、そこら辺はまあちょっと一緒に考えながら解決していければいいかなと思うけど、とりあえず現状は地方国立の国立医学部、医学科、これ目指す、はい、目指します。もう分かりました、はい、OK です。じゃあこれからですね、じゃあ国立の医学部、医学科を目指していく上で基本的な受験戦略っていう話をしていこうかなと思います。先ほども少し言ったけども、もうあくまでも基礎問とか標準的な問題は絶対にこぼさないと。で共通テストでやっぱり 85% ぐらいは欲しいですね。 85%、うん、85%、はい、二次試験でまあそうですね、7割から7割5分ぐらいは欲しいと、うん、で結構これ難しいんですよね。例えば国語の問題で、まあ、評論の問題で、現代文の問題で、はい、1問落としたらそれだけでもう 85% 切るかもしれないですね。だから常にこう満点を目指していくぐらいのやっぱり勉強しないといけない。
で共通テストも僕が受けた、ね、20年前のセンター試験と比べてはるかに難しくなってます。ただ対策はしようがあるし、じゃあ二次試験のね難関大の個別試験より難しいものが出るかってそうでもない。でもそれぐらいのやっぱめちゃめちゃ高い学力をやっぱ持たなきゃいけない。で基礎基本といえども高い学力がないと点数取れない。で二次試験で7割5分って結構ヘビーで、例えば他の学部だったら、まあ、5割6割で受かることも結構あるんですね。二次試験5割で、うん、5、6割の全部、うん、まあ5割5分ぐらいあったらいいと思うんだけど、まあ、6割だったら大体いけますね、まあ、共通テストで大掛けしてなければ、うん、そこを7割7割5分取らなきゃいけないんですよ。記述でかなりこれはやっぱハードですね。他の学部と同じ問題出ますけども、やっぱ求められる得点率が変わってくる。だから基本戦略第一としては何だと思います、はい、基礎をこぼさない、うん、まあ、あの苦手科目、苦手分野を一切作らないっていうことですね。これが非常に重要です。逆にめちゃくちゃ難しいなんか応用問題までは解けなくてもいいと思うんですよね、うんうん、まあ、共通テストレベルで、はい、まあ、8割5分、国立二次試験レベルで地方のね7割7割5分っていうのを一つ基準にしていくといいと思います。東大の問題で7割とかね、絶対無理ですからね。はい、絶対に無理です。でも地方の国立問題は、まあ、さほど難しくない、あのしっかり勉強すれば対応できるレベルです。そこは安心していくと思います、はい、安心していいって言って怠けたらダメだぞ。いや、怠けないです。2時間睡眠不可避って書かれたらどうします。いや、本当にできる。でもね、僕の周りもショートスリーパー多いけど、はい、やっぱり睡眠はやっぱ非常に重要なんで、まあ、体調今不良の時はあるじゃないですか。やっぱちょっとね、睡眠とかもね、少し今後アドバイスしていけたらなと思いますけど、まあ、とりあえず基本戦略、ね、苦手を作らない、はい、っていうのが一つですね、はい、で、二つ目は先行切り逃げ作戦っていうのを僕考えてるんですね、まあ、僕は私立文系早稲田のね、出身で、はい、今回君にね、僕の部下で京都大学工学部卒で大学院卒業して地方の国公立医学部医学科の指導の経験がある河合先生、聞いたことあるやろ。はい、めっちゃあります。誰ですか？河合先生、トイックの勉強一緒に、うん、ね、はい、ベーシスの先生ですね、はい、うん、実はハイスペなんですよ。トヨタを辞めて、ね、あの藤川空の専属の講師になるというちょっと変わった先生ですけど、まあ、まあ、それ半分冗談で、まあ、結構ね、生徒さん今20数人ぐらい持ってる。あ、結構いらっしゃる、うん、そうそう、人気がある先生ですけど、をつけて、まあ、やっていくんだけど、まあ、僕はあの例えば数学だったら 2B までは教えられますと、ね、かなりそうですね。例えば共通テストで8割5分ぐらいまではまず教えられる、うん、で、英語も現代文も教えられる。だけど僕が得意とするのは、はい、藤川君みたいに学力がまだそんなにできてない低い状態のところから共通テストでしっかり点数取るところまでは僕がもうめちゃめちゃ得意とするテリトリーなんだけども、はい、それよりも上のレベル、あとは数三数四とかね、物理科学とか英語もその二次試験レベルの記述問題、ね、早稲田記述出ませんからね、あ、ちょっとやっぱ僕はそこはそんな強いわけじゃないから、そういうところを河合先生がやるんだけども、はい、だから前半僕がメイン、後半は河合先生がメインになります。で、全体管理は僕がやると、はい、で、そういう形でやっていくんだけど、先行切り逃げ作戦とは何なのか、何でしょう。先行切り逃げ作戦、何を先に活かせるのか。これね、科目がいっぱいあるじゃないですか、はい、その中の科目のあれとこれを先に活かせる、だから先行なんですね、先に活かせる、はい、何を先にやるべきかと思います。英語、もう英語と数学。英語と数学、はい、おお、正解ですね。なんでその理由は。英語を今やっていて、うん、得意分野にしていきたい、はい、うん、数学は、うん、結構幅が広いから、うん、先に穴を見る、うん、ああ、なるほどね。遠からず近からずから。まず英語は配点高いですね、うん、医学部っていうのはね。英語はまた時間もかかるから、でも外せないから先にこれやっていくと。で、英語をどんどん先に極めていけばいくほど、まあ、すごく有利になるのが医学部受験、うん、で、そのうちのね、あの受験戦略の中では英語の読解の勉強の中に現代文の勉強もやっていくわけですね。要はロジカルリーディングっていうのを、まあ、学ばせていくんだけども、だから英語の中にも現代文含まれてるんだけども、これを先にやることで何が起きるかっていうと3ついいことがあります、うん、はい、まず合格配点の高い英語は得点高くなりますよね、うん、合格配点の高い英語を得意になったらそれだけ合格に近づく。で、2つ目は1つの科目、2つの科目に集中することで同時にね、5科目もやる人よりも早く仕上がっていくわけですよ、うん、ってことは1つの科目をある程度得意にできたら、
実はこの頭の中に方法記憶というのができてね、この方法記憶というのは、はい、物事を、習得するなんかメソッドというか心得みたいなものが手に入るんですよ。だから英語を極めた後に他の科目、はい、めちゃめちゃ極めやすくなります。なぜならば英語を極めた方法記憶で他の科目を極めることができるからです。だから何か一つね、別に勉強に限らず得意なものを一つで持ってる人は実は方法記憶というのは出来上がってるんで、はい、だからあながちね、例えばゲームがめちゃめちゃ得意な人っていうのは数学とか英語の勉強を比較的早くね習得できることがあるんです。ゲームで、ね、得た方法記憶で勉強もマスターできるんで、うん、っていう、ね、これです。で3つ目は英語の、まあ、読解とか現代文の読解、まあ、現代文の読解もちょっと含めますけども、はい、ロジカルリーディングをやっていくわけだけども、ってことはロジカルリシンキングができるってことなんですよ。物事を順序立てて論理的に考える力が身につくので、要は他の科目体系的な知識として頭の中整理して知識が取り込めるので、はい、すごくね記憶力が高くなったり理解力が高まっていくっていう効果があるんです。だからまず先行は英語、うん、これは別に医学部医学科に限らずやっぱ全学部に言えることはやっぱ英語に集中した方がいいね最初ね、うん、はい OK、はい、でもう一個やっぱ先行させるべきは数学だと思ってて、はい、まあ、あのおっしゃった通り数学まあ範囲が広いですと、はい、でも数学こそね先にやるべきで、で 1A2B3C ってあるじゃないですか。でまずね1と A を基礎から医学部レベルまで仕上げるんですよ。結構ね他の人だと 1A2B3C を基礎基本やって次に応用の 1A2B3C ってやってるんだけど、そうじゃなくて、はい、この数学っていうのは範囲も広ければまた物理とか科学にも影響が深い科目なので、まあ、先にですね、数学の方法記憶を手に入れたい。で数学の方法記憶っていうのは 1A を基礎から医学部レベルまで仕上げたらもう手に入るんですよ、はい、そしたらその 1A の方法記憶で 2B の習得もしやすいし三振も行きやすくなるって。イメージしてほしいのは数学は穴は深く掘れ、はい、そうすれば自然と広がると。砂場イメージしていただいて、うん、砂場に穴掘るじゃないですか。すごく一つのねこの直径、まあ、1センチぐらいの穴をずっと掘るイメージでずっと深く掘っていけばいくほど、はい、どんどん穴広がっていくでしょ。こうずドリルグーっていったらさね、はい、ブワーっと広がっていくでしょ、はい、穴は深く掘れ、そうすれば自然と広がると。 1A を深く掘れば2B3C と広がっていくと、でこういうイメージでやってほしい、はい、もう一つね、あの数学をあの先にやってほしい理由としては、はい、まあ、これは僕の、ね、あの予備校の受験戦略でもやってることなんだけども、はい、結構物理を例えばあの習得する上で、まあ、数 2B はある程度仕上げた状態でやってもらうとそんなに時間かからず物理って習得できるんですね。でも 1A を勉強しているような状況から物理をやっちゃうとその 2,3 倍かかることがある。だからあの物理は 2B までを仕上げてからやる方がはるかに効率が高いっていうことが分かってきたので、だからやっぱり先に行かせるべきね数学をね。で科学もね、はい、あのまあ、具体的にその数学の例えばね関数が関係するかと関係しませんけども、まあ、計算がすごくね求められるわけですよね。だから、まあ、1A とか、まあ、2B ぐらいまでやっぱりある程度出来上がった状態で科学をやるとやっぱスムーズですし、科学はまあ 1A が仕上がってからでもいいと思いますね。先ほどの 1A を医学部レベルまで仕上げてから科学やっていくとスムーズかなと思います、うん、はい、って感じかな。であとの古典とか社会とかああいう科目はもう暗記だから、僕の裏技でねゴリゴリ覚える方法、あの方法があるじゃないですか。10分間で300個英単語を覚える方法っていうのがあれ、あらゆる科目に適用できるんで、あれ覚えやすいでしょ。あれめっちゃ覚えやすい、最高やんな、はい、言わせてる先にね暗記科目をやっちゃうとね復習のメンテナンスコストがずっとかかるんですよ。極端なこと言えば試験直前に覚えたらもう復習しなくてもそれだけでもう試験を忘れてもいいじゃないですか。これまあ言い過ぎですけどね、イメージ的には、はい、でも最初の段階でやったらずーっと忘れないために復習しない、し続けなきゃいけないでしょ。これもやっぱ効率が悪い。でここから翻ってもう一個ね、英数を先にやらせるべき理由、まあ、英数過去現代文を先にやらせる理由としては、これらの科目っていうのは一回伸びたらもう下がりにくいんですよ。僕のダイエットと一緒、ね、121からね33キロですね、88、87ぐらい、すごい僕のこのね GLP-1、GIP の混合注射のダイエットリバウンドしないんですよ、もう僕めっちゃ食べてますよ、全然太らないです、すごい。さらにね、あの健康的な体になってきてますけど、はい、そういう戦略を受験でもやろうというところですね、はい、で今後ね、藤川さんはもう公開授業しますから、僕が、お前今週これできてないやんけって激詰めすると思いますはい、お願いします。2時間しか寝かせないとは言わないから大丈夫ですっていう感じでね、あのやっていきたいと思います、はい、じゃ最後なんか藤川さん、僕になんか質問相談ないですか。
数学って、うん、なんだろう、うん、物理と科学にも応用できる数学の学んだ勉強法とか、はい、その数学の解放知識っていうのは、まあ、物理は直結するし、はい、科学は、まあ、計算は反映されるし、その習得の仕方ってところ、はい、うん、要は方法記憶っていうのはもちろん生かすことができます。数学物理科学同時にやって成績伸ばすのは至難の技だけども、数学を先に得意にして物理科学っていうふうな流れでやっていくと比較的それは得意になりますね。まあ、そういう制度がたくさんあります、事例として。あとは時間睡眠やっぱ多くすべきですかね。寝ろ2時間じゃ死ぬぞ。じゃあ今後ですね、あの藤川さんが頑張っていく姿、はい、藤川空さんのチャンネルの方と僕のチャンネルでね、ちょっと追っかけていきたいと思います。罰ゲームのキャンプもね、勉強合宿もやらなきゃいけない、はい、また配信しましょう。はい、また生放送。はい、そうですね。じゃあ今日は以上で、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。失礼します失礼します。